はい、どうもこんにちは。今日はですね、以前ご紹介したこのドンキのクーラーね、まあ、スポットクーラーなんですけど、こちらね結構いろんな方々に見ていただいてね、ありがとうございますっていうところなんですけど、その時はこのドンキのスポットクーラーの紹介だったんですけど、今回はね結構コメント欄で気になるところとかが結構多かったんで、自分なりに確認してみたりとか、あと個人的に思うちょっとスポットクーラーの注意点、ちょっと今回はねそのマイナス要素も含めなんですけど、その辺をねちょっとご紹介できればなと思います。今ね既存で出てるスポットクーラーって大体ねこのタイプになってくると思うので、会社によってはね音が小さいとか暖房も使えるよみたいなやつもあったりするんですけど、全般的にねスポットクーラーってこんな感じですよっていうのをね今回ご紹介できればなと思います。というわけでね、今回はねスポットクーラーねちょっと欲しいなって考えている人、そちら向けですかね。まあ、今後ね暑くなってくると思うんで、すぐにでもつけないとっていう人もいると思うのでね、参考にしていただければなと思います。じゃあ行きましょう。はい、でこのスポットクーラーね、紹介した動画で一番多かったのがね、消費電力いくらなのっていうのと、気になるのが電気料金ですね。そちらね調べてみました。電力の料金に関しては契約している内容だったりとか電力会社によって結構違ったりするんでね、参考までにお願いしますね。ちなみにこのスポットクーラーね、カタログ値的には消費電力が 800W ですね。仮にその 800W で使い続けた場合ですね、シミュレーションするサイトがあるんで、そこにね数値放り込んでみました。消費電力800で使用時間どれぐらいなんですかね、10時間ぐらいと見積もっておきましょうか。でそれでまあ毎日使いますっていう状態、そうなってくると一番人が多いだろう東京電力で出してみたんですけど、6240円ですね。そこそこします。ちなみにねややこしいんですけど、周波数によってね電力違います。 60Hz、まあ、西日本ですね、福井西日本なんですけど、それだと 800W 使います。東日本だと 650W なので、まあ、さっきの東京電力でいくと料金変わってきますね。もっと安くなります。 800W ってあくまでカタログ値なので測ってみたいんですけど、計測するやつ買ったんですけどね、届くのはちょっと後日なんで別撮りでちょっと検証してみたんで、はい、それがこちら。こちら新しく購入した新兵器ワットモニターですね。これをね間にかますだけで測れるというわけですね。料金とかも分かるみたいなんですけど、そしたらスイッチオン。はい、まずは風力弱からですね。どんどん上がってきますね。470ぐらいかな。あ、まだ上がるわ。5分から10分ぐらい経過しましたね。出力もねだいたい 700W ぐらいで安定してきました。こんぐらいかな弱だと。ちなみに先ほどの計算に当てはめると 700W で使い続けると5460円ぐらいになりそうです。はい、風速強にします。はい、もうちょい上がりますね。あ、けどファンが強くなるだけなので消費電力的にはそんなに上がらないですね。弱でも強でもそんなに電気料金は変わらないですね。1日10時間はつけすぎかもしれないんですけどね、 URL 貼っておきますのでちょっと各々ねやってみてください。はい、新兵器です。音量を測るやつ、私が喋ると反応しちゃうんですけど、1メートルちょっと離れるとだいたい60デシベルぐらいですね。弱にするとマイナス4デシベルぐらいですかね。うん、まあそんな感じです。まあ、あとは距離離れていけばね気にならなくなると思うんで、はい、まあという感じでね幾分か変わってると思います。はい。そして次はね冷房能力ですね。周波数によってまた違うんですけど、東日本はね 2kW、 西日本はね 2.3kW っていう風になってます。でちなみになんですけど、だいたいね6畳用のエアコンは 2.2kW ですね。まあ、私の部屋で使ってるやつがそうでした。なのでスペック的にはね、まあ、大体ね一緒ぐらいなんですよね。ただまあ中身のなんか熱交換器かな、そこら辺の装置の大きさとかにもまたよるらしくて、まあ、一概にはね数字が高い低いで言えないっぽい雰囲気です。調べてみたところ、またこの辺はねアドバイスいただける方コメントお願いします。じゃあちょっと動かします。風力はね弱と強しかないんですけど、まあエアコンつけるとねそこそこうるさいです。
ただ少し声を大きめにすればね、音は聞こえてると思うんですよね。普通のエアコンって購入するとね、室外機がついてくると思うんですよね。熱い空気っていうのはそこから排出されるわけなんですけど、スポットクーラーって一体型なので全部まとまっちゃってるんですよね。なのでその室外機分の音もあるし、正面にいる私は涼しいんですけど、後ろがね熱くて、なんだかんだ使い続けてると部屋の温度がね上がります。こっちの冷風より後ろの排熱の方がね強いんですよね。で、私もねこのキャリーミーっていうねダイキンさんのポータブルエアコン購入した時に、後ろの排熱がすごいんだったら冬に暖房として使えるんじゃないかなって思ったんですけど、まあ確かにこの暑い時期に手をかざすと暑いんですけど、どうやらねこの排熱のところがねその暖房に適した形になってないらしくて、暖房にやろうと思うとその中の熱交換器をもっとなんかでかくしないと結構難しいらしくて、そうなってくるとまたでかくなったりややこしくなったりするらしいんで、暖房としては使いたきゃ使えばいいけど、冬使うとどうなるかは分かんないですね。思ったような効果は得られないかもしれないです。逆にちょっと試してみたいところではありますけど、はい。そしてこのドンキクーラーね、嬉しいことにアタッチメントがね標準装備というかついてます。窓取り付け用のやつですね。170センチぐらいの高さ、そんぐらいまで対応してますね。はい、こんな感じでねぐーっと持ってけます。でちょっと隙間できちゃうと思うので、そこはねなんかそれ用のスポンジとかあるみたいなんでね、うまくやってください。そしてああいう風に窓を半開きにしたらお前鍵閉めれねえじゃねえかっていう話があるんですけど、一応ねこういうやつを使えばある程度はマシになるのかなというところですね。窓クーラーとかを購入したことがある人であれば分かるかもしれないんですけど、窓をロックする用のね鍵があったりするんですよね。見て分かる通り下のくぼみんところかな、そこに挟んでロックする感じですかね。正面見るとこんな感じですね。ここにダイヤルがあってくるくる回ってます。回すとここのところがね伸び縮みするんで、はめてでこう多分広げていってロックするみたいな感じでしょうね。ちょっとはめます。ここの部分ですね、こう入れて今スカスカなんですけど OK ですね。そうするとねまずこことここがロックされるんで、こっちの方向に動かなくなるのと、この窓もねここ開くときにこっちで押してるんで、こっちの窓も動きづらくなってます。もし心配な人は、下以外にも上にもね同じようにやるとより安心かもしれません。結局押さえてるのってそのゴム板でこうクッションを挟んで、まあ、押さえているので、まあ、思いっきり力いっぱい窓を引っ張ると開くかもしれないんでね、その絶対安心ではないんですけど、まあまあ開きにくくなるかなっていう感じです。まあ、一応この窓ロックはね、このエアコン以外にも夏場なんで少し窓開けておきたいみたいな用途でも使えると思うんでね、使える人はね、ぜひ使ってみてください。もう一個大事なものがね、排水ですね。こちらノンドレン方式といって、どうしてもね、溜まります。なのでドレンホースですね、ここから水を流してあげる必要があります。これはね長時間使う人向けですね。言うてもこれにねタンクは内蔵されているんで、ある程度の時間はね持ちます。ホース用の口は上にあって、下にもあるんですけど、これはねタンク熱をザバーっと流したい時に開けるやつですね。一応ですねこの排水の処理なんですけど、ベランダから流したりとか、まあ、水場で使うことあるのかな、まあ、水場だったらそっちから流すとか、はい、いろいろやってみてください。よいしょ。それでもどうしてもねえぞっていう人はね、まあ、最悪ドレン水を入れるなんか容器をですねやった方がいいのかなと思います。ちょっと今回ねどれぐらい溜まるかっていうのをこの 900ml のペットボトルでやろうと思うんで、ここに逃がします。では今からねちょっと実験しようかなと思います。ここはねちょうど6畳の部屋ですね。あのクーラーを紹介した時には真正面に温度計を置いて計測したんですけど、今回はね排熱処理もしつつ動かしてみてどれぐらい部屋が冷えるのかっていうのと、あとドレン水がねどれぐらい溜まるかっていうのを見たいなと思います。はい、簡易温度計を2つ用意してます。ちょっと置き場所が違ったせいか若干っていうか温度が違うんですけど、28度と26度、はい、まあ目安程度っていうことで、これをねあのスポットクーラーの正面からちょっと離れたとこですね、ざっくりと2メートル前の正面に置きます。でもう一個はねここですね、まあ、直接当たらなくて間接的に冷えるであろう場所ですね。
そこに置いとこうと思います。あーつ部屋でバタバタしてたら29度になりました。はい、で設定温度は23度でいこうかな。マイナス6度もっといけるかな。はい、マイナス7度の22度に設定しておきます。一応経過も分かるようにします。じゃあ風量もマックスでやってみましょう。30分から1時間ぐらいですね、待ちましょう。さて、いいお時間です。40分ぐらい経ちましたね。調べてみましょう。まずドア付近ですね、25まで下がりましたね。で正面は22度ですね。設定温度ぐらいまでちゃんと下がりましたかね。はい、そうですね。やっぱり正面はね、ある程度離れてても温度下がりますね。風がね、サーキュレーターみたいな感じでまっすぐね、前に飛ぶんですよ。結構外と比べてね、部屋の中は涼しいっすわ。ただまあそこそこ強だとうるさいっすね。はい、ドレンの方はもっと出るんか。あ、出てきた出てきたあ、今ドレン水スススッと揺さぶって出したらね、そこそこありましたね。これが900のペットボトルなので100はいったんじゃないかな。まあ30分40分ぐらいやるとね、100ミリかもうちょっとたまるみたいですね。冷却効果の方はいかがだったですかね。やっぱりスポットだけあってね、正面の方はねしっかり冷えるんですけど、一部屋ね丸々っていうのはねなかなか難しいかもしれないですね。ただまあこの部屋って和室で、まあ、障子で仕切られてたりもするので、結構ね熱が逃げやすいというか、そんなにしっかり冷えないような作りにはなってるのかなっていうところはあります。コンクリの部屋とかだったらもっといくんじゃないのかなとは思うんですけど、どうでしょう。はい、そして音に関してでもですね、まあまあ音しますね。会話自体はある程度の声で喋ればできるんですけど、そんな静かじゃなくてもある程度大丈夫ですよっていう人であれば、別に仕事しながらでもつけてて問題はないのかなというところですね。このクーラーをつけながらね、この部屋で寝るのはね、ずぶとい人じゃないと難しいのかなと思います。そしてもう一個ねあったのが、これね3万弱なんですよ。そしたらね、窓クーラーとかエアコンもね、安いやつだったら買えちゃうんすよね。純粋にやっぱエアコンと比較するとね、エアコンの方がいいっすわ。もう涼しいし、それ用に作られてるんで、普通のエアコンだと暖房も効くし。なのでまあこれのいいところとしては、エアコンって工事が必要なんですよね。で標準工事でパパッと取り付けれるようなところはいいんですけど、2階建てとかなんかちょっと特殊な場所だと工賃がねついちゃうんですよね。それも1万とか万単位でついちゃうんで。あと私も実際あったんですけど、エアコン設置して次の引っ越し先がね、すでにエアコン全部あるっていう状態になってくると、どうすんのっていう問題が出てね、結局捨てたりとか、親と相談してそこのクーラーとしてまあ残して、まあ、結局置いてっちゃうんですけどとか、まあ、そういう感じになっちゃうのかなというところですね。まあ、一応これであればね、持ってけはするんでね、普通のエアコンでね、室外機もセットなんでね、ややこしいんですよね。それだけ持ってくってなるとだいぶ場所を取っちゃうし、いざ設置ってなると工事の人呼ばなきゃいけなかったりとか、はい、っていうのが煩わしいっていう人にいいんじゃないのかな。たださっきやった感じね、音がまあまあするんでね、家庭用エアコンとして使うっていうよりかは、何かしらこう部分的な使い方がいいと思います。で窓エアコンに関してもね、違いとしてはこれ車輪で動くんで、コンセントある場所であればある程度使えるんですよね。まあ、窓エアコンはね、窓だけっつうことで使える場所が違うっていう感じですね。音がまあまあするのと、消費電力もねまあまあ食うんで、車中泊ではね向かないですね。何より結構サイズ感があるんで、エブリィとか軽バンではね無理ですね。でかすぎます。ハイエースならいいんですけどね、消費電力の問題とかいろいろあるんで向かないと思いますね、車中泊には。はい、場所変わって、あとは屋外ですね。今はね雨降っちゃってできないんですけど、これ防水仕様じゃないんで雨とかはちょっと無理っす。ただ運動会とかの、まあ、なんかの救護用のテントとか、ああいうところでは使い道があるんじゃないのかなと思います。はい、あとはねこういう工場ですね。まあ、エアコンとかね取り付けられない場所だったりとか、扉ね結構開閉が激しくて、本当は冷やしたい人1人とか2人なんだけどできないっていう場合ですね、まあ、ここに置いてもらってここで作業するみたいな、まあ、そういう感じで使えますね。工場であればね、基本うるさいと思うんで、はい、そういうのもありなのかなと思います。
はい、という感じでいかがだったでしょうか。今回はねドンキのこのクーラーを中心にねスポットクーラー買うための、注意点だったりとかちょっとデメリットというかその辺をね中心にお話しさせていただいたんですけど、まあ何分ね工事不要で持っていけるんですけど20キロとね結構重いんでね大変ですただその分ねスポットクーラーのそのスポットとしてはね十分に力を発揮しているような気はしております。ただ家庭用のエアコンと同じような感覚で買うとちょっと使い道にね癖があったりするんで利用シーンもね考えてやってみてください。エアコンゼロのところでこれ買うのはね止めはしないけどこれをつけながら寝るのはね結構、難しいかなっては思います。ただ作業中だったりとか日中帯ですね、音がそんなに気にならないっていう時間帯であれば、ガンガン使ってね涼んでもらえればっていうのと電源さえあればね場所選ばないんで利用用途としてはね結構広がるんじゃないのかなと思います。あとね気になるところとしてはこのスポットクーラー系ね特に去年ぐらいからね結構出し始めたんですけど去年と比べて今年もね結構バージョンアップしてて予想ではね来年ねもうちょっといいのが出たりすると思うんですよね。多分今買っても来年はもっといいのが出るっていうねこういうジレンマに襲われると思います。ポータブル電源と一緒でねもうとりあえず自分の利用シーンにマッチしたら買っちゃえばいいんじゃないかなっていうような感じです。というわけでね夢を抱きすぎずなおかつね使えないとかそういうわけでもないので、いろんなレビュー欄見てるとね思ったのと違うっていう感じのやつがね多かったりするんで利用シーンに合ってればいいのかなと思います。実際ね実機が置いて動いてるところを見れればねそれが一番いいと思うんですけど、人によってね良い悪いがね結構分かれる製品なので皆さんもねよく考えてご購入ください。結構ねいいっていう人と悪い人分かれてます。というわけで今回はスポットクーラーの買う前に注意しておきたい部分のご紹介でございました。結構ね使い方によっていろんな幅が出来上がるんでねおすすめっちゃおすすめではあります。3万円なんで。以上です。そんじゃあまた。